どうもプロボーラーのスターです。今日はですねスパンをちょっと長くしてみましたんで、長いスパンと短いスパン、これをねちょっと投げ比べしてみたいなと思います。今回ね、スパンを変えようと思ったのがね、人間の心理的な私の経験上やっぱあるんですよね。結構長めのスパン取られてる方はこれでいいのかなっていう疑問が浮かんでしまって、こう短くしたいとかで、短くしてるとどうしてもねこうなんかスペース、このなんていうんですか、隙間ってあるじゃないですか。このフィット感があんまりないということで、もうちょっと長くしたいとかってやっぱあるんですよ。やっぱりね経験上短くしている方は長くしたい、長くしたい方はちょっと短くしたいとか、やっぱりいろいろあるんですよ。そして私もね二十数年間ボーリングしてますけど、いろんなスパンをちょっとねやってきたんですけど、今ねちょっとこれまでは短めのスパンにしてたんですけども、今回ね長くするしたいという思いも出てきましたし、ちょっと長くしていました。私の経験も踏まえながらお会いしながら投げていきたいなと思います。それではねちょっと新スパンの方投げていきましょう。今までね4と8分の1のスパンでちょっと短めのスパンで投げておりましたけども、マックスはね4と16分の7ぐらいまで取ってたんですけど、なので、結構短めですよね。その前はもっと短くしてる時もあったんですけどもね、今回4と4分の1のスパンですね、これがね。はい、じゃあいきますよ。はい、どうスプリットにはなってしまいましたけども、ピンがどうのこうのっていう問題ではないですからね。でも親指の抜け自体と、なんていうんですか、自分の、なんていうんですか、出したい回転軸は今すごい出たかなという気がするんですよね。やっぱちょっと長い方がやっぱフィット感はやっぱりありますね。パチッというフィット感ね。で長い方が回転自体はすごくかけやすいなという気が私の中ではしてます。はい、ただね、結構私はタップリストって言ってね、結構こう手首をねこうある程度こう入れた状態で投げるようなスタイルを好んでやってるタイプなの。これあれですよ、これを否定される方ももちろんいるの分かってますし、ボーリングは自由ですから、どういうスタイルでやろうとね、それはもう皆さん の好きにされたらいいことだと思うんですけど、私が好んでやってることなので、そういう意味で言うとちょっと短い方がやっぱ楽は楽なんですね。まだね私ちょっと長めにして長いゲーム数投げてないので、完全にね実際これがどうなるのか、長いゲーム数投げてどうなるのか、ちょっと長めにしたので今までよりもちょっと手首の疲労感とか増えるんじゃないか、そういう懸念はあるんですけども、でもそこまでピタッという思いっきり伸ばしたっていうわけではないので、この程度であればいけるかなっていう感じはね正直してるんですよね。はい、じゃあもう一回いきましょう。なんかね持った瞬間にやっぱこれ、このボールの方が回転かけやすそうっていうのはあります。はい、じゃあいきますよ。はい、どう。やっぱりね親指の抜けとかね、特にこう縦目に投げるときはねやっぱちょっと投げやすいかなっていう感じですよね。どうなんだろうね、ちょっとね短い方も投げてみましょう。はい、今のライン取りぐらいを、はい、ちょっと短いスパンで、どうなるのか、はい、ちょっと試してみたいなと思います。はい、今から投げるのは短いスパンですよ。はい、短いスパンでもね全然いけそうな気がするんですよね。でも実際投げて、どのような精度とかそういうものを保てられるのかどうかっていうのも大事ですからね。はい、じゃあ同じライン取りぐらいをいってみましょう。なるほど、今のは短い方が良かった正直で、フィンガーに乗るこのグッド具合も、グッド具合もやっぱり、ね、短い方があったんですけど、その前にね結構ね、かなりもっと短くしてる時あったの、3と何歩だったかな、もうちょっと忘れちゃいましたけども、かなり短くてこう、これぐらいの本当にねハウスボール持つようなぐらい短くした時もあったんですけど、その時はね正直第二関節ぐらいまで入れてるとフィンガーのここの部分ちょっと痛くなってしまって、私ね、ここまで短くするのは正直ちょっと自分の中ではないなと思って、ある程度、長くして戻したんですね。はい、で今の短いぐらい、今のリリース自体はすごい良かったけども、フィンガーに2本の指にグッとくる感じがあったので、ひょっとしたらなんだろう、これで慣れてるから別になんてことないんでしょうけど、ここまで乗りすぎるとちょっと指痛くなっちゃうんじゃないかな、ひょっとすると、わかんないな、今までなってないからわかんないけどね。
長くすると余計そういう風に感じるね。はい、じゃあ行きますよ。どう？おお。うん、でもね、やっぱね、うん、今ちょっと嫉妬です。あのボールが自分の思ってるよりも、ボールが右に出てしまいそうになりました。こっち側にこぼれそうになりましたね。うん、まあそういったことを考えると、この2投とかそういったものを考えると、やっぱちょっと長くして正解なのかなという気もしますね。もう一回ちょっと投げてみましょう。はいはい、これがね、皆さんの参考になるかどうかも分かんないですけど、なかなかね、皆さんスパンをこういうふうに変えれることってないですよね。なので真面目に今ちょっとね、体感を皆さんにお話ししております。はい、行きます。あ、今のはすごい良かった。はい、すごい良かったけども刺さっちゃいましたね。ちょっと回転軸の問題だったかな。はい、じゃあもうちょっとね、軸入れて投げてみたいので、もうちょっとこう中目から投げてみましょう。今ちょっと軸入れすぎたら、もうちょっと縦に投げた方が良かったですね。はい、いきますよ。はい、中目から、中目から行くので、当然ちょっとあのボールを出して戻すっていう形になりますんで、もっと戻せる回転の軸にしないといけないですね。はい、じゃあちょっと投げてまいりましょう。こうね、持った時のね、フィット感がやっぱりね、長い方がすごいフィットしてるっていう感じはあるんですよ。まあそれがでも全てじゃないですもんね。実際投げてみてどうかっていうところですね。はい、じゃあ行きますよ。ちょっと中目から。はい、行きます。どう？おお、すごい良かったすごい良かったな。この手首から棒、手首というか、すごいスムーズでした。あの回転がやっぱかけやすい、長い方が。それだけを考えると、はい。でフィンガーにグッと乗る感覚っていうのは正直短い方があるけども、なんだろう、長い、ある程度スパンのちょっと長い方が、何ですかね、こうペロンとって分かるかな、ちょっとこうこぼれるような感覚で投げ切ることはできます。ちょっとじゃあもう一回というか、短い方で次は投げてみましょう。これがね、全てじゃないですよ皆さんね。これね、数そんな投げてないですからね、比較ですから。はい、まあでも、まあ、その比較の一つの材料として見ていただきたいなと思います。結構長く取ったやつも、これ開けてみたくなってきたな。そういうのも大事なんじゃないかな。できないもんね皆さんね、こんななかなかね。はい、じゃあ行きますよ。はい、行きます。あー、なんだろう、うん、なんかね、まあ、フィニッシュもちょっと乱れたでしょう。なんかね、途中ですごい不安になってしまいました今。やっぱ短い方で投げると、なんだろう、いけんのかなっていう、やっぱ長い方が自分の中で今合ってんのかな。はい、じゃあもう一回ちょっといきます。はい、今のはちょっとあんまり参考にならないな。はい、もうこう、やっぱこう入れてる段階でちょっとしっくりがあんまり来てないというかね、長いスパンに慣れちゃうと短いのこんなにちょっと微妙に感じるのかな。はい、行きます。どうだ？まあ悪くはないですよね。悪くはないんですけど、やっぱこうフィンガーにこうグッと乗りすぎるかな、僕はやっぱりこう長い方がすごくスムーズになんかできそうな気がします。はい、でちょっとね、もうちょっと中に入ってみましょうか。もうちょっと中に、はい、どうなんだろう、もうちょっと中に入って回転軸を出したらどうなるんだろう、どうなっていくんだろう。長い方で回転軸ってね、やっぱこう長いのでちょっとしんどいような感じになるのかな、どうなんだろう。短い方がそこまで入るといいのかな、どうですかね。その辺ちょっと分からないですけど、かなり、まあ、さらに5枚ぐらい入りました。ストライクになるかどうかは分かりません。はい、じゃあ行きますよ。長めです、スパン長め。どうだろう、どうかな、どうなんだろう。今のも親指の抜け自体はすごくスムーズでしたね。はい、じゃあ次はね、短い方で投げてみましょう。でね、これね、スパンもね、
長い方と短い方をね、これもね、あ、なんていうんだろう、こうスパンを測る時間帯にもよると思うんですよね。なので本当に難しいんですよ、こういうのって。朝一とかはね、スパンやっぱ関節伸びきってないじゃないですか。なので短い方が投げやすかったりするんですよ。なのでほんまに究極を求めるんであればね、長い方も短い方もボールあった方がいいと思うぐらいなんですよ、僕は。本当にリアルに、まあその分だから、こうストレッチとかやっぱ運動とか、朝から体温めておくっていうのすごい大事だと思うんですけどね。はい、じゃあ行きますよ。ちょっと中から行きます。おー、うん、あそこまで入るとね、あそこまで中に入るとやっぱりね、やっぱりこう短い方がやりやすい。すごい今軸が安定して出せました。ということはやっぱりこう短い方が回転軸を操作するに合ってんのかな。回転数っていうのだけを考えるとやっぱりこう長い方がいいのかな。その辺のバランスがやっぱ大事なような気がしますね。はい、じゃあちょっと次は、最後はちょっと外をちょっと投げてみましょう。縦回転で、なんかわかんない、自分だけすごい面白くなってきた。これを見てる人面白いかどうかわかんないですけど、はい、すいません。はい、じゃあ行きますよ。はい、縦目すごい良かったです。スムーズさにいけましたね。縦だったら軸とかじゃなくてもうペロっていうだけですからね。縦目に向けてるだけですからね。うん、すごい長くても全然自由というか、全然何の苦労もなくできました。はい、じゃあちょっと短いとどうなるんだろう。短いと分かんないですよ、これもね。一概にこんだけの投球数ですからね、点数まで出してみてどうなのかっていうのも気になります。はい、行きます。どう、あー、うん、とね、短い方が投げやすいかもしれない分かんない、もうちょっとね、実際こう結構投げ比べして、何ですかね、皆さんにまた報告したいなと思います。これね、結構面白い実験だと思うんですよね、個人的にはね。やっぱスパンの長さって皆さんね、結構何もね、なかなかこう実験できないじゃないですか。今の感想ですけども、長い方が指への負担は少ないですね、今ここにはね。で、短い方がセミって言って、中指のね、このね、こう第1関節と第2関節の間ぐらいまでなんか入ってしまうような感じになるんで、なんだろう、すごいフィンガーにグッと乗りすぎてしまって、なんかちょっと指がね、もうすでにちょっと痛いなっていう。長い方はね、そういうものがないので、でもね、長すぎるとまた逆にね、こう突っ張ってしんどいみたいな感じになりますんで、やっぱりね、こうバランスだと思いますし、先ほども言いました通り、まあ、短い方がいいなと思う時期もありますし、長い方がいいなっていう時期もありますし、時間帯にもよって変わると思いますんで、その辺のバランスを見てですね、プロショップの、まあ、センターさんの、まあ、ドリーダーさんとかに相談していただいても結構ですし、まあ、伊賀ニンニボールもし来ていただいて、私に相談していただいてもいいのかなというふうに思いますんで。でただね、その、ね、メジャーに関してはね、これがベストっていうものはね、私自身は正直あんまりないと思ってます。はい、これがいいと思っ てもやっぱ変えたくなるものです。こうすればもっといいんじゃないかなとか思うものがやっぱり出てくるので、今がベストっていうのはないのでね、あんまりこう何ですかね、経験上は、もうそればっかりに悩む必要はないのかなっていう気がします。ある程度のいいところで、まあ、妥協していただいて、まあ、妥協って言ったらちょっとおかしいですけども、落としどころを見つけていただいて、まあ、調整していただくのが、まあ、いいのかなというふうに思いますので、まあ、ぜひですね、まあ、参考にしていただけたらいいかなというふうに思います。今ね、投げ比べして、とにかく思ったのは、やっぱ長い方が回転はかけやすいで、軸の操作はね、ちょっと短い方がやっぱりやりやすいなと、まあ、思いましたので、その辺のバランスを見て、このスパンの調整していただいたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでぜひ参考にしてください。今回も良ければ高評価よろしくお願いします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。またですね、長いゲーム数、投げてですね、まあ、皆さんに報告できることがありましたらしてみたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。バイバーイ。